紙コップガチャマシン作ろう。ちゃんさん、お菓子も持ってきたから遊びながら食べよう。やったー。鬼鬼鬼なんてどこにもいないけど。鬼にお菓子を取られちゃうよ。クモリン何言ってるの。本当だもん。わかったよ。じゃあお菓子を鬼に取られないようにこうしたらどうかな。あ、これって鬼滅の刃の炭治郎じゃん。これは三次郎だよ。本当だ、炭酸の顔になってる。これで鬼が来ても大丈夫。鬼滅の刃ガチャマシンってことだね。早速作っていこう。炭酸キッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。用意するものはこれ。まずは紙コップとプラコップを切っていこう。紙コップは丸が3つと四角が1つ、プラコップは大きい丸が1つだね。カッターやハサミを使うときは大人の人と一緒にやろうね。うん、わかった。丸く切るのは難しいからゆっくりやろうね。よし、できた。そしたらもう一つ紙コップを用意して斜めに線を引くよ。くるっと回してこっち側にも線を引いたら上に線を1本引いてね。こんな感じでいいのかな。大丈夫だよ。そしたら線に沿ってハサミで切っていこう。ここ硬くて切れない。そこはカッターで切ると切れやすいよ。このままだと少し大きいから少し小さくなるようにハサミで切ったら次はラップの出番だよ。どうやって使うの。今切った紙コップにラップをかぶせてセロハンテープで留めたらスロープの完成。お菓子がここを転がるんだね。次はハンドルと受け皿を作るよ。ハンドルはこの大きさに切るんだね。受け皿はこの大きさで作ってね。ハサミで切って真ん中はカッターの方がやりやすいね。受け皿は全部ハサミで切れるよ。切れた。ハンドルにする画用紙はくるっと丸めてセロハンテープで留めたらティッシュを丸めて両穴に詰めてね。受け皿はどうするの。これはこうやって折り曲げてセロハンテープで固定したら、はい、できた。それじゃあ作ったパーツを組み立てていくよ。なあちゃん、まずはハンドルをセット。次にスロープをここに入れてテープでペタッ。受け皿をつけてプラコップを上に置いてテープで貼ったら組み立て完了。ハンドルと受け皿、
これで鬼が来ても大丈夫だよね。この足音って、サンジロー助けてー！くもりん！おやつの時間だよー！くもりん待ってー！な、なにこれー！教えてあげないよー！じゃん！ジュースとグミもいいけど、今日はアイスが食べたい！アイスはないから我慢だねー。あら、二人とも何してるの？つくも！何持ってるの？紙パックのジュース？これは…じゃーん！おー！アイスだ！紙パックのジュースと棒があれば簡単に作れちゃうのよ。すごい！僕も作りたい！それじゃあ早速作ってみましょう。一緒に作りたい子はグッドボタン。まず紙パックの上に切り込みを入れるわよ。大人の人と一緒にやってね。はーい。そしたらジュースを少しだけ紙パックから出して、アイスの棒を紙パックの切り込みに刺して冷凍庫で凍らすだけ。それだけでいいの？そうよ。僕この隙間からグミ入れちゃおう。いいね。どんな感じになるのかしら。それじゃあ紙パックを切ってアイスを出してみましょう。手を切らないように注意してハサミでゆっくり切るわよ。早く食べたい。切れたらゆっくり棒を引っ張ってね。わあ、できた。僕も。すごいすごい。おいしそう。バナナと牛乳、お砂糖を入れて口をしっかり閉めたらもみもみするのよ。楽しそう。僕もやるやる。じゃあくもりんよろしくね。お任せください。全部混ざったらさっきの紙パックに入れて棒を刺したら冷凍庫で冷やしてね。それじゃあ紙パックからアイスを出すわよ。くもりんゆっくりだよ。ほいほい。バナナアイスさん、出ておいでー。うひょー、美味しそうにできたね。チョコをかけても美味しいわよ。チョコバナナアイスだ。一口パク。おいしい。簡単に作れるからみんなも一緒に作ってみてね。僕もっと食べたい。そうだ、とくもりんはとっても仲良し。いつも仲良く遊んでいます。だけど今日はサンさんの元気がありません。サンさん、どうしたの？泣かないで、一緒に遊ぼう。くもりんはサンさんを遊びに誘いますが、サンさんは泣き止みません。サンさんが悲しいと僕まで悲しいよ。くもりんはどうしたらいいのかわからなくなって泣きそうになりました。すると、おいしいお菓子はいかが？プリルのお菓子屋さんがやってきました。くもりん、どうしたの？サンさんの元気がないんだ。僕、どうしたらいいかわかんないよ。くもりんが泣き出すとプリルは言いました。くもりん、それなら一緒におやつを作ろう。そしたらきっとサンさんも元気になるよ。本当？うん。プリルは自信満々に言うとクモリンをお
店に連れて行きました。みんなグッドボタンでクモリンを応援して。キッチンに入るとたくさんのトッピングが並んでいます。クモリン、一緒にクレープを作ろう。上手に作れるかな。気持ちを込めればきっと喜んでくれるよ。わかった。クモリンは張り切ってクレープを作り始めました。薄い皮の上にクリームを乗せてチョコレートで飾り付けて、できた。クモリンは可愛いクレープを作りました。クモリン上手。ありがとう。でもこれで本当にサンさんの元気が出るのかな。クモリンが不思議がっているとプリルは言いました。ねえクモリン、おやつはどうやって食べるのが一番おいしい。クモリンは悩んだ後言いました。お友達とおしゃべりしながら食べるとき、うん、だからクモリンはサンさんと一緒におやつを食べて、サンさんのお話を聞いてあげればきっとサンさんも元気になるよ。お話を聞くだけでいいの？やってみるね。プリルの話を聞くとクモリンは元気よくサンさんのところに走っていきました。サンさん、一緒におやつ食べよう。クモリンはクレープをサンさんに渡しました。クモリンが作ってくれたの？サンさんはとっても驚きました。クレープはとっても美味しくて二人は夢中で食べました。だけどサンさんはまだ元気がありません。クモリンはプリルが言っていたことを思い出しました。サンさん、どうして落ち込んでるの？クモリンが聞くとサンさんは言いました。飼っていた蝶々がいなくなっちゃったんだ。サンさんはまた泣き出します。クモリンはサンさんが泣き止むまでずっとそばにいてあげました。しばらくそうしているといつの間にかサンさんは泣き止んでいました。クモリン、ありがとう。サンさんはにっこり笑って言いました。クモリンがそばにいてくれたから元気になったよ。それを聞いてクモリンはとっても嬉しくなりました。サンさんもお話ししてくれてありがとう。二人は残ったクレープを食べようとしました。すると、あれ、チョウチョ、なんと逃げたはずのチョウチョがやってきたではありませんか。クレープの匂いにつられてやってきたんだ。チョウチョを見てサンさんはとっても元気になりました。そして夕方になるまで今日も二人は楽しく遊びましたとさ。みんなもお友達が悲しいときはそばでお話を聞いてあげてね。海と言ったらパラだよね。パパ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 パ、あー美味しかった。ボーイ、さあお家帰ろう。あ、何あれ、やめてー、助けてー。ジャジャジャ、サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てねー。袋、これもゴミ、またゴミ、どうしてこんなにゴミばっかりなの。
多いから怪我しちゃったんだね。ゴミを掃除できたらいいけど、どうやって掃除したらいいんだろう。ギャーギャーギャー。あ、ノイズ。なあ、誰だそれ。俺様はビニール袋様だ。またそっくりなだけか。俺様たちは海に捨てられたゴミなんだぜ。お前もさっきゴミを捨てたよね。そうなの？ごめんなさい。お前を懲らしめるために海に呼んだのさ。お前にも怪我をさせてやる。ぷっぷー。あ、いいこと思いついた。ちょっと失礼。な、何すんだ。こうやって袋にゴミを入れたら、にまとまるよ。本当だ。おい、やめろ。じゃあこれも入れよう。クマリン、ペットボトルはここに入れちゃダメだよ。ゴミやティッシュは燃えるゴミなんだ。燃えるゴミ？ペットボトルや空き缶は違う袋に分けているよ。どうして？ペットボトルも全部燃やしちゃえばいいじゃん。ペットボトルや空き缶はリサイクルに出すと車になったりお洋服になったりするんだ。お菓子の袋などは燃えないゴミだよ。これなら上手に分けられそう。おい、中身を出せ。どんどん分別していこう。これはペットボトルだからリサイクル。これは燃えるゴミだね。これは燃えないゴミだ。わー、海が綺麗になったよ。やったね。くっそー、体が重くて動けねえ。ゴミを海に捨てたらダメだよ。うん、これからはお家に持って帰るよ。僕もそろそろ帰らなきゃ。そっか、僕は亀の怪我が治るまでもう少し入場場にいるね。これ、亀を見つけてくれたお礼だよ。ありがとう。やった。気をつけて帰ってね。うん、元気でね。むにゃむにゃ。くもりん、くもりん。あれ、夢だったの？大丈夫？人工もなくなってる。この箱があるってことはやっぱり夢じゃなかったんだ。やった。何その箱。バナナちゃん、オープン。あ、人魚の次はおじいさんになっちゃった。くもりん、今日のお絵かき